中国が軍事力を拡大する中、中国経済が終焉との話も出てきている。今回は中国の J20 ステルス戦闘機の配備数が圧倒的に増えている状況を詳しく見ていきます。日本も F-35A ステルス戦闘機はたったの6機です。これも野党や左派系新聞紙のせいですよ。日本政府が2023年7月28日に行った閣議では、防衛省がまとめた2023年版の防衛白書の内容が報告され、第二次世界大戦後における日本の安全保障環境が、これまでで最も厳しく、かつ複雑な状況にあると分析されている。ここでは、海を挟んで日本が対峙する仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮の存在の中でも、中国とロシアの協調関係が強化されていることが、日本を含む周辺諸国の安全保障にとって、深刻な懸念を生んでいると述べている。また、北朝鮮に関しても、相次いで、弾道弾や巡航ミサイルの発射実験を繰り返している状況から、それらとそこに搭載する、核弾頭の開発を計画的に推し進めているとして、注意が怠れないことを強く訴えている。こうした観点から総論として、日本は、そうした脅威に対抗する新たな戦術を実行できるように、防衛力の抜本的な強化が急務であるとし、具体的には、いわゆる反撃能力、スタンドオフ兵器の配備が必須であると指摘している。日本は、これら仮想敵国の防空兵器の射程距離外から、そのミサイル等の削減値を、攻撃可能なスタンドオフ能力を有することで、自国への攻撃をあらかじめ抑止することにつながると、その保有の意義を説明している。もっとも、日本にとっての深刻な脅威だとされた中国については、その戦力については、未だアメリカが優位であるとの見方を示しつつも、そのギャップの解消に人工知能等の積極的な導入を企図していると見ている。また、中国の現習近平政権が自国の革新的な利益と公言してはばからない台湾問題については、両国の軍事力のバランスが急速に中国優位に傾斜し始めていると述べ、台湾も自衛力の増加を図ってはいるが、その差は拡大しているとの認識を示している。こうした中国と台湾をめぐる現状の軍事力について、今回の2023年版の防衛白書内では、個別には中国側が、いわゆる第5世代に分類されている戦闘機 J20 の配備数を飛躍的に増加させていることに、大きな懸念を投げかけている。中国空軍が実戦配備している J20 の数は、昨年2022年版の防衛白書では、およそ50機ほどと報告されていたが、今年の同白書では、すでに140機に達しているとの見方が明記されており、その驚異的な増加数を冷静に評価している。ちなみに、台湾側の戦闘機はといえば、アメリカから、F-16 ファイティングファルコンの最新バージョンである V 型の66機の調達と、既存の旧式の同機を V 型並みにアップグレードする対応を行おうとしている。しかし、F-16 ファイティングファルコンとしては最新型である V 型とはいえ、ベースはいわゆる第4世代戦闘機であり、世代が異なれば、戦闘力に格段の違いがあるとされる戦闘機の世界にあっては、劣勢感は拭えない。そんな F-16 ファイティングファルコンの V 型でさえ、少し前まで、アメリカは、いたずらに中国を刺激することは得策ではないと考えて、台湾への供給を認めてこなかった経緯があり、今の軍事バランスの変化に拍車をかけたとも言わざるを得ない。中国空軍は、写真兵器である、ステルス戦闘機の J20 の実戦配備数を著しく増加させているだけに止まらず、キレ以前の、いわゆる第4世代戦闘機の数も、
並行して増加させており、それ等だけでも周辺国を圧倒している。例えば、いわゆる第4世代戦闘機としては、2005年に実戦配備を始めた J10 を、すでに中国空軍は2020年末時点で468機も保有しており、これは単発で軽量な安価な多用途戦闘機として、パキスタンにも一部が輸出されている機体だ。ついで、中国海軍は J15 を2013年から実戦配備しており、これは航空母艦の遼寧や山東に搭載され運用される艦上の多用途戦闘機だが、2022年時点で65機以上がすでに配備されていると見さされている。中国海軍では昨年2022年6月に3隻目の航空母艦として福建を進水させており、同艦は中国初のカタパルトの装備が喧伝されているが、実戦配備は未だ先のため、中国海軍の主力戦闘機は今しばらくは J1 ごと考えてよいだろう。J15 を艦載の主力戦闘機とする中国海軍は、既存の遼寧や山東を西太平洋方面まで進出させて、艦載機の発着艦訓練を行うなどの行動を見せているが、これらは台湾有事を見据えた展開でもあるだろう。これら遼寧や山東などの航空母艦を台湾の北側から東側の海域に進出させることで、中国側は台湾に対し東側からの航空攻撃を行うことが可能となることを意味し、従来台湾側が敷いてきた西側辺境の防空体制を牽制するものと考えられる。また、中国海軍は多用途戦闘機で、かつ戦闘爆撃機でもある J16 も2015年から実戦配備を行っており、こちらも2022年末までには250機弱が稼働状態にあるとめされ、幅の広い追艦、対地攻撃用途に投入される可能性がある。こうした中国のいわゆる第4世代戦闘機の数だけを見ても、J10 が468機、J15 が65機、J16 が250機と、少なくとも、その合計数は800機弱近くが実戦配備されている計算となり、台湾はもちろん、日本をも大幅に上回る数を揃えている。ただし、昨年2022年2月に正規した、ロシア・ウクライナ戦争における戦闘機の投入やその運用形態を見る限りにおいては、ロシア側はウクライナ側の15倍にも上る保有機数を誇るが、積極的な運用はこれまではそのさほどには見受けられない。これはいわゆる第4世代戦闘機の場合、比較的に新しい機体であっても、そのステルス性能は限定的であるため、敵の地対空ミサイルによる攻撃を抑止するには、低空での飛行を強いられ、その場合には、歩兵が携行する対空兵器による脅威が高まる点が大きいと見さされている。したがって、中国側も、仮に台湾への武力侵攻を行う場合には、台湾側が配備する地対空ミサイル等の防空網を無力化することが、必須の条件となると思われるが、今のロシア・ウクライナ戦争におけるロシアの状態を見れば、その実現は容易ではないだろう。そこで鍵となるのが、やはり、いわゆる第5世代戦闘機とめされ、機体本体に高度なステルス性能を有するとされる J20 であり、しかも、同機は、ここ最近、これまでに搭載していたロシア製の AL-31FM2 から国産の機関部に換装されたとの情報が聞こえてきている。これはこの2023年6月末に中国のインターネット上で J20 が新型の国産の機関部である
信用発動機設計研究所とシアン航空発動機工士は、共同で開発中の WS-15 を搭載した、とされるテスト飛行の画像が出回ったことによるものだ。この国産の機関部である WS-15 を搭載し、飛行試験中だとされる J20 のインターネット上の画像については、もちろん中国軍や政府が公表したものではないが、完全な監視国家の中国において、それが放置されているのは事実である。中国軍や政府らの当局は、これが、自らに、都合の良い内容の画像だと、判断してプロパガンダに利用すべく、放置しているのではないかとの憶測もなされているが、この内容が、事実なのかか否かは、判然としていない。中国国産の機関部である、WS-15 は、実に、今から、30年ほど前の1990年代初め頃から、開発が開始されていたと言われており、今年2023年3月には、中国航空発動機集団側から、すでに、その量産化が進められているとのコメントも出されている。今回の WS-15 を搭載しての飛行試験中だとする J20 のインターネット上の画像が、事実だとすれば、中国航空発動機集団側からのコメントともリンクすることとなり、J20 の脅威度が、ますます高まることを意味するだろう。ちなみに、日本の航空自衛隊では、2023年3月の時点で、F-35 ライトニング 2A 型の導入済みの機体数は、未だ33機に止まっており、予算上で計画されている総数も、105機、B 型が同様に42機であり、その数的劣勢は、覆うべくもない。